はい、皆さんこんにちは、こんばんは、リュウセイです。リュウラジオ第3回目ということで、始めたいと思いますね。で、この番組はですね、僕が日頃思ってることとか気づいたこととかで、あとニュースとか、あと趣味とか、面白いこととかね、いろいろ紹介したり、喋るフリートーク的なコーナーです。今日2月14日の金曜日ですね。今日週末ですね。やっと仕事をされている方は休み、明日からは休みの方多いと思いますけど、で、バレンタインデーですよね。で、日本だけなんですけど、チョコレートを女性から男子にあげるっていう習慣、これ結構海外から問題になってるらしいですよ。っていうのが、義理チョコってあるじゃないですか。普通に彼女が彼氏好きな人に、チョコレートをあげるというのは別にいいんですけど、問題になってるのは義理チョコってあるじゃないですか。女性が、男性上司とか先輩に、会社特にそうですよね、あげなきゃいけないっていうわけのわかんない風習、僕も昔から謎だったんですけど、これはチョコレート屋さんが勝手に流行らした風習だと思うんですけどね。日本らしいというか。で、それがセクハラとパワハラにつながってるっていうので、ググってもらったらわかると思うんですけど、問題視されてるらしいですよ。で、これ日本だけのおバカな風習だっていうのは、僕も子供の頃から分かってたっていうか、こういうの考えるの日本人ぐらいだよねって思ってたんですけどね。クリスマスプレゼントもそうっすよね。靴に入れてとか、あれイエス・キリストの生誕を祝う日ですよね、単純に。で、セント・バレンタインっていう人も実在してたらしいですけどね、話が全然違うらしいですよ。女性が男性にあげるっていうのは本当そういう風習ないらしいですからね。インチキって言えばインチキっていう話らしいですね。で、チョコレート嫌いじゃないから、もらった方は嬉しいんですけど、女性大変ですよね。いちいち好きでもない、普段パワハラとかセクハラしてるようなおっさんに一応チョコレート買ってあげないといけないかなみたいな、いちいちそれ悩む時間ももったいないし、お金ももったいないですよね。だからそういうのってもなしにした方がいいと思うんですけどね。だってもらう方も別にどうってことないじゃないですか。そしたらもうなけりゃいいじゃんって思うんですけどね。好きな人だけにあげるっていうのでいいんじゃないの。学生とか中学生とか小学校の時とかさ、ドキドキしてあげるっていう、ああいうのはいいと思うんですけど、義理チョコって何それみたいな、意味わかんないし、完全にチョコレート屋さんの戦略ですよね。お菓子屋の何億儲かってるかわかんないけどっていう風な感じですよね。女性差別なんじゃないのとか、海外から日本って何考えてんのって言われてるらしいですよ。やめた方がいいですよ、はっきり言って、っていうところですね。沖縄タクシー運転手新型感染、コロナかな。コロナウイルスって1万人以上中国で感染して、で100人以上今死者が出てるんですよね。で、1% の発症率っていうか致死率なんですよね。だからあんまり高くないっていう説もあるんですよね。もともと中国人10億人いるでしょっていう話で、インフルエンザの方が破壊力、感染率、致死率が高いっていう話も聞いたことあるんですけどね。あとはルノー10年ぶり赤字168億円とかね。牧原容疑者ですよね、今にぎわしてるのは巷で。堀江もなんか動画出してましたけど、2回目ですかね。覚醒剤とか麻薬やる人って出所しても、もともと覚醒剤をやったっていう有名人ほど、そうですよね、過去覚醒剤をこの人はやってるっていうのがもうバレちゃってるので、そういう麻薬売人の人たちにもう目をつけられてるんですよね。で、あの手この手で近づいて、その握手をした時に、麻薬とあと
電話番号を書いた紙を渡して同時に握手をするみたいですよ。だからその握手をした田代正史がまた電話をしちゃって、そこの業者から覚醒剤をまた使用するっていう、もう永遠のループらしいですね。なんかね、大変らしいですよ。まあ大麻は合法にしてとかいう話もありますけどね。大麻はなんかアメリカとかオランダとかヨーロッパとかカナダもそうか、合法の地域はありますよね。大麻を吸うと頭がリフレッシュされて新しい発想ができるとか、LSD とかを、あの人スティーブ・ジョブズは LSD をやってたらしいですよね。でオバマ大統領はマリファナ大麻をやってたらしいですよね。でなんか新しい発想ができるとか、歴史に名を残す人って結構麻薬に手を出してる人多いんですよね。なんか発想が普通の感覚じゃないっていうか、脳のその働きが変わるっていう、なんか研究されてるらしいですよね。で新しい普通の人に発想できないような発想ができるっていうので見直されてるらしいですね。まあ覚醒剤とかちょっとやばいなと思うんですけど、大麻だったらアルコールとかタバコよりも依存性はない、あるいは副作用がないらしいですね。なんか自然な、要は植物ですからね、大麻って言ってもね。日本でも今も作ってるし、古来から作ってますよね。麻ですよね。で大麻自身はなんか害がないみたいですよね。だからオランダ人とかバンバン吸ってるらしいですよね。そういう YouTuber とか今いますよね。なんか大麻をバンバン吸ってる人っていう感じですね。で今日は音楽について話をしたいと思うんですよね。僕はまあ音楽をやって、まあ、一応ミュージシャンの端くれなんですけど、まあ、普通の人よりは音楽詳しい方なんじゃないかなって思ってるんで、まあ、今回音楽全般の話をしていきたいと思いますね。で音楽はまあいろんなジャンルあるじゃないですか。クラシック音楽とかロックとかブルース、ジャズ、あとレゲエとかヒップホップとか、まあ、いろんな音楽あるんですけど、僕はまあどっちかって言ったらロックですね。でロックンロールとかエルヴィス・プレスリーとかアメリカのあの50年代 50s とかあの辺が好きなのと、あとまあもちろんビートルズも好きですね。レコードも持ってますし、ビートルズ、ローリングストーンズとかイギリスのあのブリティッシュロックとかマージービートとかあの辺も好きですね。キンクスとか60年代だとあとアニマルズとかですかね、朝日の当たる家とかね、あの辺もまあちょっと好きで、であとはロカビリーとか70年代のグラムロックとかパンクとか好きですね。で僕は唯一ヘビーメタルはちょっと苦手なんですよね。ちょっと気持ち悪いっていうか、ボーカルの声とかがちょっと金切り声がなんか僕はあんまり好きじゃないですよね。でオーストラリアの AC/DC とかねは好きなんですけど、ボン・スコットとか、あとボーカルが変わったんですけどね、ブライアン・ジョンソンっていう人に。でまあ一応ヘビーメタルっぽいんですけど、金切り声なんですけど、まあ、アンガス・ヤングのギターとかね、リズム隊がなんか好きなんですよね。 AC/DC はガレージロックっていうか、まあ、ロックンロールの要素が強いんで好きなんですよね。であとセックスピストルズとかクラッシュっていうイギリスのパンクとかね、ああいう音楽も好きなんですよね。なんか一見はちゃめちゃに見えるんですけど、ピストルズなんかはまあパンクロックの、まあ、典型的な、まあ、大御所なバンドなんですけど、まあ、割とポップなんですよね。初めて聞いた印象は、あ、ポップだなと思ってね、中学の時にレコードを兄貴が借りてきて、それをまあカセットテープにダビングさせてもらったのが初めてなんですけど、でまあピストルズは割とキャッチーなメロディーで、なんかジョニー・ロットンはちょっとはちゃめちゃな歌い方をしてるんですけどね、まあ、割とポップなんじゃないかなっていうのと、プロデューサーが、誰だったかな、クリス・トーマスっていう、まあ、イギリス世界的にまあ有名な人なんですけどね、ロックの
アルバムを作るプロデューサーとしては敏腕のプロデューサーで、なので、重ね撮りしてあるので音が分厚くて完成度が高いんですよね。それに比べてクラッシュっていう僕がまあ好きなパンクバンドなんですけど、まあ、2番煎じ的なバンドなんですけどね、ジョー・ストラマー率いるザ・クラッシュはスカスカなちょっとインディーズっぽいレコードの荒いキメの荒い、まあ、アルバムなんですけどね、いつもそうやって比べられるんですよ。でザ・ダムドとかねもうかっこいいんですよね、ニューローズとかね。ダムドはめちゃくちゃ演奏は上手いのにわざと下手なふりをしてなんか弾いてる感じらしいですけどね、ジャムとか好きでしたね。まあロックンロールが僕好きですね。なんか8ビートでこうストレートなノリのビートね。でそこから日本だとスターリンとかあとモッズとかね、 ARB とか C&ザロケッツとかね、ロッカーズとかいう風に繋がっていくんですよね。明太ビートって福岡がね昔は盛んだったんですよね。まあブルースロックの昔なんだっけ、メンタンピンとか博多だとサンハウスが元祖かな。サンハウスが鮎川誠がギターで入ったバンド、まあブルースロックですね。まあ昔の60年代から70年代のまあクリームとかね、レッド・ゼッペリンを彷彿させるようなバンドあったんですけどね、今の若い人はまあわからないと思うんですけどね。そこからまあ明太ロックが広がっていって、ルースターズとかストレートな、まあビートクラッシュみたいな感じのジャムみたいなバンドが出てきたんですよね。でブルーハーツにつながっていくんですよね、80年代中盤後半ね。まあブルーハーツ好きでしたね。あのバブル世代とかロスジェネ世代の人たちってブルーハーツに影響されてる人結構多いと思うんですけどね、40代から50代前半はね。僕はやっぱりねびっくりしましたもんね、あのリンダリンダとか聞いた時に。リアルタイム世代ですからね、テレビで NHK でなんかねやってたんですよね、当時なんかどっかで演奏してるシーンがね、マーシーとかかっこよくてね、そっからなんかジュンスカとかいろんなパンクロック、ビートパンク当時呼んでたんですけど、そういう2番煎じ的なバンドがこうタケノコのようにニョキニョキ出てくるって感じでしたね。でユニコーンとか出てきてで、レピッシュとかね、レピッシュはスカだから東京スカパラダイスオーケストラとかね出てきたんですよね。それもまあ一応イギリスのツートーンサウンド、ツートーンレーベルっていうスカのレーベルがあるんですけど、それのまあ大御所のバンドでスペシャルズとかね、マッドネスとかあの辺をコピーしてオリジナリティを出してきたバンドなんじゃないかなと思うんですけどね、東京スカパラとかレピッシュとかね、当時すごい人気だったんですけどね、80年代とかね、マグミとかね、あの福岡じゃないな、レピッシュは熊本だったんじゃなかったっけ、ボーカルとボーカル2人いるんですけどね、とかね、あとヒルビリーバップスとかね、ロカビリーとか僕も好きでしたからね、ストレイキャッツがまあアメリカ人でイギリスで、ロンドンで火がついたパンカビリー、ネオロカビリーとかね好きでしたね。ストレイキャッツとポールキャッツとあとレストレスっていうイギリスのネオロカビリーバンドいましたね。ポールキャッツはロカビリーガイとかね、かっこいい曲があるんですよね。でレストレスはサウスポーのマーク・ハーマンっていうギターボーカルの人がまためちゃくちゃ声がかっこいいんですよね。でギターをサウスポーでかき鳴らしながら歌うっていう、なんか小気味よいギターソロ弾いてかっこよかったですね。ファーストとセカンド持ってますねって感じですね。であとブルースとか、僕はまあジミヘンとかジャニス・ジョプリンとかあの辺も好きでしたね。60年代の後半ヒッピームーブメント、アメリカで流行ったヒッピームーブメント、まあジミヘンはイギリスで活躍してたんですけどね、アメリカ人ですけど、シアトル出身だったっけ、
カート・コバーンと同じ出身地ですよね、サウスポーでボーカルっていうね。で同じ年で死ぬんじゃなかったっけ、麻薬のオーバードーズで。ジミヘンはやっぱファーストとセカンドとあとサードのなんだっけ、サードアルバム、エレクトリック・レディーランドもかっこいいですよね。もう CD でちょいちょい聴いてますけどね、うん、やっぱりファーストのああいうエクスペリエンスともかっこいいんですよね、ジミヘンはね。であとライブアルバムもねかっこいいんですよね、うん、ライブアルバムもレコード持ってますよ、In the West っていうなんかねかっこいいアルバムあるんですよ。オムニバース的ないいとこ取りで切り取りしたなんか10曲ぐらい入ってるレコードがあるんですけど、それを聴いてますねたまに、うん、音がめちゃくちゃいいんですよっていう感じで。まあロックはあとレッド・ツェッペリンも好きでしたね、うん、レッド・ツェッペリンは4枚目までは聴いてますねたまに、うん、あとレゲエはボブ・マーレーですね。レゲエはまあボブ・マーレーしか知らないですけどね、ライブとかベスト版 CD3 枚ぐらい持ってますけどね。で好きなやつは CD だけじゃなくてレコードも買うんですよね。レコードを買ってまあ音を楽しむっていうか、レコードの方がね音に厚みっていうかね温かみがあるんですよね。だからレコードを買うようにしてます。なんかいい自分のこれはいいなっていうアルバムはね、うん、っていう感じですね。あとは80年代の洋楽とかも好きですね。カルチャークラブとかデュラン・デュランとかトンプソン・ツインズ、マイケル・ジャクソン、ワム、あと誰がいたっけ、プリンスですね。あとはシンディ・ローパー、ハート。やっぱプリンスがズバ抜けてますね、かっこいいですね。ちょっとまあロック的な要素もあるのでね、黒人のまあファンキーな音楽なんですけど、プリンスはやっぱかっこよかったですね。なんか、うん、ちっちゃいんですけどね、プリンス自身は160センチなかったらしいですね。でロンドンブーツみたいな厚底の靴を履いてましたね、うん、やっぱりめちゃくちゃコンプレックスがあったと思うんですよね。でそれがちっちゃいので小気味多いんですよね、なんか動きが。プリンスのダンスめちゃくちゃうまいですよ。あれ YouTube でも見れると思うんで一回見てもらったらいいと思うんですけど、プリンス&ザ・レボリューション1999とかパープルレインとかね、アラウンド・ザ・ワールドだっけ、4枚ぐらい僕持ってますけどね、うん、プリンスはおすすめですね。やっぱ一番かっこいいと思いますね音楽的に、うん、マイケル・ジャクソンもいいんですけど、マイケル・ジャクソンは80年に出たオフ・ザ・ウォールとあと82年のスリラーですね。やっぱこの2枚が好きですね。やっぱかっこいいですよね、クインシー・ジョーンズがプロデュースしてるし。マイケル・ジャクソンはやっぱりこの前半初期の頃がいいですよね。あとまあバッドとかもいいんですけど、やっぱりビリー・ジーンとか今夜はビート・イットとかね、スリラーとかね、かっこいいですね、やっぱり。うん、あとワームとかね、バッドボーイとかね、フリーダムとかね、かっこいいんですよね。あとはね、僕はね、まあブルースも好きで、マディ・ウォーターズとか、B.B. キングとかね、アルバート・キングとかね、ブルースは三大キングって言うんですよね。B.B. キング、アルバート・キング、あと誰だっけ、忘れちゃった。で、シカゴブルースの、誰だ、リトル・ウォルターとかね、ハーモニカとかかっこいいんですよね、ブルースマンで。ハーモニカがめちゃくちゃ上手い人いるんですよ、いっぱい。その中で、リトル・ウォルターはおすすめですね。3枚出してるんですけど、この3枚はかっこいいですよ。なんか、ヘイト・To See You Go とかね、アンプリファイドを発明した人ですね。あのハーモニカってまあ普通に吹くのもかっこいいんですけど、マイクにつけて、あのマイクにハーモニカをくっつけてこう
ふわーんって感じでハモらせるじゃなくて、ちょっとこう歪ませる感じで吹くんですよね。でマイクが昔の無線用マイクで吹いたりとかね、ホーナーとかグリーンバレットとかね、あの緑色のなんかね無線用のマイクがあるんですけどね、それってアンプにつないで、吹くとちょっとこうワイルドな音がするんですよね、ブワーンって感じで。それをまあ結構ね、ミシェルガンエレファントの千葉雄介とかね、あのパブロックのバンドの人とか、ブルージーのロックンロールをやりたい人、やる人は結構アンプリファイドのブルースハープ、いわゆるハーモニカで吹いてますね。それのまあ先駆者のリトルウォルターがなんかすごいかっこいいですね。うん、おすすめですね。であとジャズはこれマイルス・デイビスのトランペットが好きなんで、マイルス・デイビスのレコード結構ね持ってますね。アラウンド・ザ・ラウンド・アバウトとかね、バレンタインとかね、なんか持ってますよ、有名なやつは。でジョン・コルトレーンとかね、テナーサックスとか、あとピアノの人とかとコラボする LP があるんで、それを結構集めてましたね。たまに聞きますね、今も。夜になると聞くっていう、昼間聞かない、夜なんか間接照明にして部屋をちょっとこう薄暗くして、でお酒を飲みながらレコードを聞くんですよ。これがなんかねすごいかっこいい、なんかね至福の時なんですよ。ジャズはやっぱり夜聴くのがおすすめですね。かっこいいですね、やっぱり。やっぱりサックスとトランペットってやっぱかっこいいですよ。なんかね、CD でもいいと思うんですけど、やっぱりレコードで聴いてほしいですね。なんか、ジャズは。かっこいいですね。で、あとは、なんだろうね、クラシックかな。クラシックはやっぱりね、モーツァルトと、僕やっぱおすすめなのはショパンですね。ピアノだけなんですけど、ショパンはピアノのやっぱりノクターンとかいろんな、まあ、僕も CD を何枚か持ってるんですけどね、ノクターンを聴いて瞑想するんですよ。で僕はあのお香を焚いてリラックスさせて、でショパンを聴くんですよね。まあステレオで流してもいいし、 iPod で、周りがうるさい時は iPod で聞いて精神を統一するんですよ。で僕のまあやり方っていうか、でそこから10分ぐらいずっと聞くんですよね、ショパンのピアノソロをね。そしたら落ち着いて、そこから座って目を閉じて瞑想を15分ぐらいします。そしたらすごいリラックスして、なんかものすごいこうなんて言うんだろうね、頭の中がなんかねクリアになるんですよね。何も考えない、何も考えずに、まああぐらをかいてもいいし、椅子に座っててもいいしね。寝たらさ寝ちゃうんで、背筋をこう伸ばした状態で座るんですよね。で何も考えずに自分の呼吸だけに集中して、もう何も考えない。そしたらものすごいリラックスできますよ。僕はそれをねここ5、6年前からやってますね。瞑想なんかねいいですよ。なんかスティーブ・ジョブズとかイチローが瞑想をやってるっていうのを聞いたんで、あこれはやった方がいいなと思ってね。ポール・マッカートニーもなんか有名ですね。だから僕音楽と瞑想を組み合わせてますよ。あと匂いとかね、お香を焚くんですよ。ラベンダーのお香を焚いて、でショパンのノクターンを流すんですよ。ショパンのノクターン21曲あるんですけど、で僕はピアニストでも全然違うんですよね。まあ、YouTube で流してもいいんですけどね、僕はまあステレオで流す、あと iPod でイヤホンで聞いて流してリラックスさせて瞑想をするっていうのをだいたい夕方とか夜にやりますね。そしたらめちゃくちゃ落ち着けるんですよね。なんかなんつったいんだろうね、朝霧、なんかね朝のなんか霧の深い、普
富士山の近くの湖にいるような感覚になるんですよ。でものすごいリラックスして、なんか自分の体がこうなんていうの、透明になってこう浮かんでるような感じで、まあ地球なんていうの、宇宙とこう一体になるような感じになるんですよね。でそれがなんかすごい気持ちいいんですよ。だからこれただでできるから瞑想は本当おすすめですよ。人生が変わるんじゃないかな、変わる人は、ハマる人はね。だいたい僕は15分ぐらいでそういうクリーンな状態になるんですよね。体が軽くなるっていう、それを毎日やってますね、この5年ぐらいね。これで人生がいい方に変わるんですよね。今音楽の話からちょっとあれですね、瞑想の話になりましたけど、っていう感じでね、まあ音楽ってやっぱりいいですよね。まあ YouTube で聴いてもよし、 iPod で聴いてもよし、まあ僕みたいにステレオで聴いてもいいしね、っていう感じですね。またちょっとね話をしていきたいと思いますんで、今日はこれで終わります。ご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録よろしくお願いします。また面白い動画とかね、ためになる動画とかね、アップしていきたいと思いますんで、よろしくお願いします。バイバイ。